どうも、マルヒコです。今回は、レンタルサーバー、コノハを使用したマルチサーバーの立て方について解説したいと思います。まずは、コノハのレンタルサーバーを使うメリットを、前回紹介した無料自宅サーバーと比較して説明したいと思います。PC やセキュリティの知識が最低限でいい。前回解説した自宅サーバーの作り方の動画では、難しくてうまく作れない。ポート開放がわからないなどの質問が多くございましたが、今回はそういった心配が必要ありません。PC や回線の要求スペックが低い。自宅サーバーではサーバーを起動しながらゲームも起動することが多いので、スペックが低いとゲームに不具合が起きたりしました。今回はレンタルサーバーなので安定します。24時間大人数でもプレイできる。自宅サーバーでは常に PC をつけてサーバーを起動するため負担がかかりました。今回は PC のスペックに依存しないので、24時間大人数でも遊ぶことができます。すぐ簡単に立てることができる。コノハにはマイクラ専用のテンプレートがあるので、それを読み込むだけでサーバーが出来上がります。お友達同士、お子様に対してもおすすめです。時間課金があり、チャージ決済できる。いきなり月額はちょっと、という方はまず時間課金でのお試しをおすすめします。最初に500円をチャージして、利用時間に応じて500円から引かれるといったイメージです。500円以上の支払いになることはないので安心です。以上です。最初は会員登録からになります。概要欄にコノハホームページの URL があるので、一から一緒にやってみましょう。はい、こちらがコノハのホームページとなります。まずはこちらの今すぐお申し込みをクリックして会員登録を行います。こちらに名前、住所、メールアドレスなど必要な情報を書き込みましょう。パスワードは9文字以上の英語の大文字、小文字、数字を混ぜる必要があるので注意しましょう。すべて書き終わりましたら次へをクリック。次は電話番号認証になります。こちらに電話番号を入力して SNS 認証か電話認証のどちらかをクリックしましょう。SNS 認証はメール。電話認証は電話でコードが送られてきます。私は SNS 認証。送られてきた認証コードを入力し、送信をクリック。はい、次にお支払い方法の選択になります。今回はコノハチャージを選択します。あらかじめチャージした分以上の料金は発生しないので、初めての方でもお試しとして利用することができます。ただし、最低チャージ金額は500円からになります。今回は500円にします。お支払い方法はコンビニやペイパル、アマゾンペイなどがございます。今回はクレジットカードにしたいと思います。必要な情報が書けたら次へをクリック。さて、会員登録が終わりました。ここからプラン選択とサーバーの構築になります。今表示されているのは月額プランの方のお申し込みなので、まずはコノハチャージのプランへ行きましょう。VPS 割引切符を利用しないに変更します。今回は4人で遊ぶと仮定して、推奨プレイヤー数4人以下の2ギガプランを選択します。すると、右のサーバー料金のところに1時間あたり3円と表示されていますね。先ほど500円をチャージしたので、約151時間遊ぶことができます。同じ推奨プレイヤー数4人以下の1ギガプランだと、さらに半額になります。サーバーを立ててからでも、プラン変更はできるので、まずは1ギガプランで遊んでみる。重かったりした場合は2ギガプランに変更というのがおすすめです。ちなみにですが、私は64ギガプランを約40人でプレイしましたが、快適に動作しました。プラン変更の方法については後ほど説明いたします。次に月額プラン、VPS 割引切符を利用するに戻します。こちらは最低3ヶ月分からの申し込みとなります。チャージとは異なり、右の合計の値段を最初に支払う形となります。長期運用や24時間稼働したい場合は月額プランをお勧めします。それでは、チャージで2ギガプランのサーバーを立ててみましょう。下に行き、まずは統合版か Java 版の選択をします。統合版は PC、スマホ、タブレット版が一緒に遊べるバージョン。Java 版は PC のみで遊べるバージョンとなります。皆さんがお持ちの方を選択してください。
次に、ルートパスワード。こちらは半角英数の大文字、小文字、数字、記号を含む必要があります。記入したら忘れないようにメモをしておきましょう。ネームタグはそのままで大丈夫です。以上が終わりましたら、右の次へをクリックしましょう。もうこれだけでサーバーが立ち上がります。ステータスが起動中になれば準備 OK です。ここから料金が発生するのでご注意ください。次に、ネームタグをクリック。これは、マインクラフトマネージャーという便利な機能が追加されましたよというお知らせです。こちらも後ほど説明いたします。はい、こちらの数字がサーバーアドレスとなります。これをメモしておき、一緒に遊びたいお友達に送ってあげましょう。この時点でもうマルチプレイを遊ぶことができます。一度ゲームを起動して参加できるか確認してみましょう。マルチプレイをクリック。サーバーを追加。サーバー名はお好きなものをどうぞ。サーバーアドレスに先ほどメモをした数字を打ち込みましょう。完了をしてサーバーに接続。入ることができましたね。このように最初の会員登録とプラン変更さえ完了すればすぐにサーバーを立てることができます。一旦ゲームを落とし、先ほどのコノハのホームページに戻りましょう。はい、それではここからマインクラフトマネージャー、プランの変更、箱バージョンについても解説いたします。まずは、マインクラフトマネージャー。ここにある、マインクラフト管理をクリックします。すると、ログインを求められるので、ユーザー名は皆さん、ルートにしてください。パスワードに、プラン選択の際にメモした、ルートパスワードを入力し、ログイン。こちらが、マインクラフトマネージャーの画面となります。例えば、ゲームモードをサバイバルからクリエイティブモードに変更したい場合、ここの変更をクリックして選択してやることで瞬時に切り替えることができます。これはマイクラの起動中でも大丈夫です。他にはここの停止を押すことで一時的にサーバーに人が入れなくすることもできます。こちらの自動バックアップをオンにすると1日1回自動でバックアップを取るようになります。こちらのバックアップは過去14日分まで残ります。また今すぐデータをバックアップしたい場合は右上のバックアップをクリック。自分が分かりやすい名前を入力し、バックアップをクリックで完了。自分の街が燃えてしまったなどのトラブルが起きた場合は、バックアップを復元することができます。バックアップ一覧をクリック。こちらのリストアをすることで復元することができます。マイクラのアップデートが来て、バージョンが更新された場合、サーバーもアップデートが必要です。それもマインクラフトマネージャーからワンクリックでアップデートできるので、覚えておくと便利です。次に、プラン変更です。一旦、サーバーをシャットダウンする必要があります。シャットダウンができたら、プラン変更をクリック。2GB のプランから 1GB のプランへ変更してみます。1時間あたりの料金も変わりましたね。はい、もうして終了です。続いて、過去バージョンへの変更方法です。バージョンが変わると、サーバーアドレスが変更され、新しいマップとなるのでご注意を。まずは、シャットダウンした状態で、サーバー再構築をクリック。イメージ選択のアプリケーションをクリック。マインクラフト Java 版をクリック。こちらが対応している過去バージョンになるので、お好きなものを選択してください。最後に、ルートパスワードを入力して、サーバー再構築をクリックしましょう。あとは、マインクラフトを同じバージョンで起動すれば、OK です。ちなみに、シャットダウンをした状態ではサーバーに入れないので、起動をするのを忘れないようにしましょう。また、サーバーを消去すると、料金が発生しなくなりますが、データは消えてしまいます。マップが気に入らない場合は消去して、もう一度サーバーを作り直すことで、新しいマップにすることができます。サービスをマインクラフトにして、先ほどと同じようにサーバーを作りましょう。チャージの残高が知りたい場合は、左上のコノハのロゴをクリック。さらに、ここのチャージ入金から追加することもできます。まだ利用金額は反映されていませんが、今回の解説で 0.1 円ぐらいは発生するかもしれませんね。はい、以上で全ての解説が終わりとなります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、良きマイクラライフを。バイバーイ。